ラジオ爆類控え室。さあ始まりました、 THK ラジオ爆類第290回のラジオ爆類控え室、やっていきたいと思います。はい、ここからのお相手は THK ラジオ爆類長の吉川と、今回パーソナリティを務めました THK3 年の黒沢と、同じくパーソナリティの広島と、構成の、ソート。はい、技術を務めました加藤です。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。というわけで、総放祭1日目お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。せやな、せやな。いやね、なんとかね、こう天気も持って雨が降らなくて、ちゃんと全部できてよかったなって希望です。ね、滞りなく。番組発表会なんてもう満員御礼でしたからね。ね、溢れちゃって。ありがとうございました。ありがとうございました。本当か。希望です。予言です。予言。そうですね。予言、あの言霊みたいな。あ、わかる。来週実現しますね。はいはい。で、今週の内容を振り返っていきたいと思います。290か、そうか、ね、もうすぐ300ですね。気づけば300回まで、あと10回ですが、ね、年末がちょうど、ね、年明けかな。すごい、ね、慌ただしいことになりそうだけど、うん、あ、そうか、うん、年明けか、はい、で、はい、前半が天下分け目ラジオラジガクガハラの戦い、はい、はいはい、というわけで、バトっていただきました。うん、バトったね。テーマが学園祭で、うん、食べるなら王道派個性派、はい、ということで、まあそうね、ラジそう知らない人もいるけど、ラジガクガハラの戦いではなんかそういう何々派何々派みたいな、犬派猫派みたいに分かれて、その、うん、派閥ごとでちょっとアピールするという、うん、30秒間でプレゼンしてどっちが魅力的かを決めるという企画ですが、うん、まあ、はい、学園祭で食べるなら王道派個性派、うん、はい、リカちゃんは個性派、個性派やりました。で、広島ちゃんが王道派、うん、はい、他の皆さんどうですか。うん、僕王道派ですね。わたあめとかチョコバナナとか、なんか王道って言いながら結局お祭りにしかないから、まあ、なるほどね、そうだね、お祭りの時食べたいなみたいな。あとあれだよね、こう価格競争が起きて、あ、なるほど、結構安いところを探すみたいな。確かに、あるね、あるよね、うん、私個性派ですね。お、なんかこう、つくばにしかないの、なんかこうつくばの学園祭とかでよく見るじゃないですか、こう、DNA ポテト、あの、すごい、すごいぐる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 、ね、螺旋状のポテトがあって、あれが好きで、うん、あれ個性派ですよね、一応。多分個性派。あれ DNA ポテトっていうの。初めて知った。まあ DNA の形なんだろうな、みたいな。どこ、なん、生物資源みたいな。そう、多分。生命環境、まあ、どこ、あ、そっか。なんか、多分その辺。そこら辺かな。そういう系の。あれが好きな、この人がいなかった、あるよね、あれが好きっていう、その一点で個性派ですね。なるほど。 P はどうですか。俺もね、割と個性派は気になるたち。なるほど。なんか今までなんか食ったのとかある？でもあれとか気になってたのは全然総放祭じゃないんだけど、うん、もう一つ、あの筑波大学のお祭りでヤドカリ祭っていうのがありますね。そこで地球が狂いが出してた、あの、あ、地球ソーダみたいな、あ、あったあった、地球ソーダ、そう、あの、なんていうの、地球のカラーリング、緑と青と、そうそうそう、みたいなので、そう、すごいビジュアル綺麗なね、うん、あと青と茶色系の2種類なかったっけ、あ、太陽なんちゃらっていうのが、そう、太陽なんちゃらっていうのと地球なんちゃらで色がすごいっていう、そうなんだ、そう、あの、実際美味しかった、飲んだけど、あ、そうなんだ、うん、あの売り切れまくって ね30分待ちですとか、そういうので、そういうつくばね、結構学類とか、そうね、色を出してくるね、うん、色を出してくるし、なんか私が経験したのは本当激辛の食べ、なんだろう、タイムトライアルで時間内に食べ終わったら無料みたいな、あ、そういうのとかね、そんな挑戦的なのやってた、面白いし、あと、なんだろう、ガノフって私聞いたことなくて、ビーフストロガノフ、そう、すごい
最近ツイッターで見るんですけど、春日のやつですね。そこ毎年ね、そうそうガノフだけど、なんか他にはなくないっていう、お祭りではガノフって聞かないよねっていう。あ、確かに、確かに。あんまお祭りの雰囲気じゃないもん。ビーフストロガノフっていう。お祭りにスープものは出さないよ。そうそうそう。だからすごい学園祭ならではっぽいって思った。はいはい。そんな感じでした、はい、とか、他ダンス見るなら女装派男装派とか、まあ、確かになんか、まあ、2つ学園祭でやると違うよね、雰囲気というか、うん、なんか独特の雰囲気の中でやるから、なんか、うん、なんだろう、こうなんかその機会に乗じてやる人結構あそうですね、なっていう、普段の街中で女装して歩くってなるとさ、結構すね毛とかも剃らなきゃいけないみたいな学園祭だともうボーボーでも大丈夫だよって感じがするすごい真面目に女装してる人がいたら悪いんだけど、うん、結構学園祭の女装ってこうね、笑いみたいなイメージがあって、で対して男装っていうと結構ね、ダンスかっこいい系の、ね、かっちりビシッとした感じのイメージがあって、まあ、どちらを学園祭の雰囲気として撮るかみたいなので、あ2人が言ってくれましたけど、その広島ちゃんが言うかっこいい派とか、そうね、うん、学園祭の話してなかったな、ジェンダーの話男女共同参画のお話ね、はい、うん、リカちゃん結構ぶっこんでくるそうかな、まあ、LGBT もね大切ですから、ね、うん、まあまあまあ、なんかそうです、パッと頭に思い浮かぶことを口に言っちゃうとそうなっちゃういや、パッとジェンダー出てこないからはいはい、とか、高野祭で注目するならミス・ミスター・コンお笑いライブということで、うん、そうですね、明日の高野祭で、はい、そうですね、明日か、お笑い芸人が来てくださるお笑いライブと、うん、あとミスター・コン、まあ、うん、各大学でもやってるような、うん、そうですね、ですね、どうですか、なんか他の人とかどっち注目してるあります？お笑いですかね。お笑いって僕もジョイマン結構昔好きだったんで、めちゃめちゃ気になるんですよ。うん、いやジョイマンで育った世代じゃないですか。わかる。ね、レッドカーペットとかね。そうそう、レッドカーペット。懐かしい。変だとか確かに。ね、なんか下手に今流行りのっていうよりはその時の育ってきた、ねね、世代が直撃すると、 それがあると、まあ、多分その方が今もギャラ安いだろうし、大人の事情の話をな、ぶっ飛んだ話が、そうそうでも和牛とかは最近、ね、結構出てきてるしね、テレビでもよく見るようになったし、そう、ね、いい肉二組を連れてきたなという、ね、楽しみです、バランスいい感じね。ミス・ミスター・コンはまあ確かにはパフォーマンスっていう点ではまあ前夜祭、前夜祭なんで、そうだね、高野祭結果発表、うん、あとあれウェディングドレス、ミスだとね、そういうのがあって、ね、ミスターもバッチリタキシード決めてきて、ねね、いや楽しみですね、はい、うん、まあ皆さん華々しい舞台ですので楽しんでみましょう我々は、うん、はい、というわけで、そっか、最後思いっきり出来レースですが、ごめんなさいやっちゃいました。 THK の企画、行くなら番組発表会ラジオパレード、はい、はい、引き分けに終わりましたが、なんといやー、ね、接戦ですかねまあ、こう続けられないですもんね、そうね、そうだね、なんかこれ話していくことでだんだん惨めになってきて、うん、じゃあさっと終わらせて、はい、明日もありますので、はい、ぜひください、はい、よろしくお願いします。明日もそうか、広島ちゃんとかは生で朗読、あ、はい、あります、はい、ぜひ会場までお越しくださいませ、はい、明日ラジオトップバッターですので、はい、ぜひ来てください。お互いアピールする場所がありますが、はい、で、後半が歌詞を分析せよということで、素晴らしく分析をしていただきました歌詞のね、これどうなってるのとか、何があったのとか、何してしまったのみたいなのを2人で考察していこうという企画でございます、はい、で1問目が1問目がですね、星野源さんの地獄でなぜ悪いから、なんだっけ、動けない場所から
君を同じ地獄で待つ、うん、同じ地獄で待つ、うん、何が何したんやみたいな、何をやらかしたと聞いてますね。そうそうそう、まさかの真珠だ。不穏すぎるんだよね。そう、なんかこの曲、この出題として選ぼうって時は全然知らなかったんだけど、ちょうど同じ部室に居合わせた友達が、この曲の経緯を教えてもらって、星野源さんってもともと一回なんかぶっ倒れて、そうですね、入院とか、はい、その時に帰った歌詞らしくて、ずっともう地獄みたいな、もう動けないからもう入院ベッドで、だからもうじゃあお前らは待ってるぞみたいな、そういう。こうあれなんだね。 それでやっぱポップな内容、こんな曲調になるんだ ね。なんかもうアニメかなんかのだっけ、ドラマだっけ、なんかの主題歌で、多分アニメ、確かアニメ、へー、そうだからこれ出演するときにそんな深刻なネタをふざけやらかしていいのかみたいな思っちゃったまあまあ曲に出してるしいっかみたいな、まあまあね。そうそうそう、俺もあれかなと思って、満員電車で座ってる状況で、うん、両サイドカップルみたいな、あ動けない地獄に陥って早く来いよみたいな、俺の隣に座ってくる君、まだ見ぬ君来いよみたいな、あ、なるほどねみたいなね、なるほど、地獄なんだ地獄知らんけど、それを地獄と取るか、なるほどね、まあね、はい、でも普通の地獄って言ったらそうだよね、なんかそういう地獄なのかなっていう、地獄っぽい精神的な地獄、物理的な地獄だったむちゃくちゃ話長いおばさんに捕まったとかね、つらい、やだね、つらいやつはい、はい、で次2つ目がデート中のカップルはみんな視界の中から消してみたり物理的に物理的に消したから、ね、いや広島ちゃんからその話が来るとだってそうしか取れないだって消えるんじゃなくて消すのの方が消えいドラゴンボール出てきそういや素晴らしい一声でしたね。もうこの曲のタイトルさ、パヒウムさんのコミュニケーションだから全然コミュ障な解決方法になっちゃったんだよね、うん、他人を拒絶する季節方法で解決してしまった、でもこれ精神的に見てもね、なかなか視界から映ってないから、うん、実際どういうことなんだろうね、うん、なんかね、まあ、この曲自体ね、なんか訳が分かんなすぎて、この後もなんか空から好きな人が降ってきたらどうしよう、でも考えたけど骨折れるだけだよねみたいな割と現実的現実主義じゃん、じゃあもう物理的に消してよかったのでは、うん、そうだね、現実的な話、うん、そうだね、空から人降ってきて骨折れるんだったらそりゃね、物理的に消して大丈夫だよね、そうそう、結構そういうファンタジーな妄想してるっていう体なのかな全然骨折れるのファンタジーじゃないよね何もないファンタジー要素がなかった、その後もなんかね、君の気持ちが毎日1ミリとちょっとだけ近づくのなら何千年でも待てるわけはないっていう、それはそうすごい現実的だね、現実的だった、まあちょっと全体的にぶっ飛んでるっていう、ね、じゃあまあ穴がち間違いではない、物理的に消すのは間違ってないかな、はいで、3問目がお願いします。何の試験の時間なんだ、何を裁く計りなんだ、何を狙って付き合うんだ、何が船を動かすんだ、かける2回、はい何があったって、めちゃめちゃハイスピードって言ってるね、それは早い、そうなんだ、全然聞こえてなかったけど、あ、そうか、まあ、ぜひTOKIO の空船を皆さん聞いてもらって、うんで本編では遭難したっていう、遭難したね、これ難しかった、ね、でも結構遭難したら合ってるんじゃないかなと思って聞いてる、なんかあります、ね、なんだろうね、出題した俺もね割と難しかったと思いながらやった覚えがあってでもなんかずっとね、船は挑み、船はねなんたらって感じで曲が続いていって、いきなりこれだから、まあ、割まあ普通に期末試験に挑む時の心境でもいい気がする、うん、何の試験の時間なんだってやばくないこれ何の試験か分かってない状態でやばいでしょ深い何を裁く計りなんだ、あれかな、あ、実技試験あるじゃん、なんかね、そのあなんか試験自体が裁かれてるようなもんで、あ確かに、うん、何を裁く計りなんだって何の試験かも、そっか、そっか、何を狙って付き合うんだっていう、だから付き合うっていうのはあれね、試験勉強、試験勉強に
何を狙って、敵もなく、まあ、単位単位か、何が船を動かすんだ、何が船を動かすんだ、物理の問題、そういうことだったの、動力、ここだけ質問、物理の試験だった、試験問題です、船は何で動いてますか、試験問題、工学系だね、この主人公、そうしたら何があった、試験中ってことか、試験中、なるほど、そういう、頑張れ、なるほどね、うん、そういうことか、そうではないと思うけど、まあ、うん、はい、空船ですね、はい、はい、というわけでございました、はい、はい、まあ、さまざまなぶっ飛んだ歌詞の解釈が生まれたところでエンディングでございます、はい、でエンディングは何だったっけ、リレートークが、あなたが好きな歌詞は、歌詞か、そう、パッと答える、そうね、これ今難しい、パッとはできないな、そうですね、歌詞調べないと、ね、なんだろうな、まあ、パッと出てくるのがあれば、歌詞、好きな歌詞とか気になる歌詞とか、そうだな、うん、だんここ分かっただね、そうね、私 A とあのアルファベットの A と、うん、エゴっていう単語、はい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 、EGO の中にアルファベットの A を入れて笑顔を見せてよっていう歌詞がある曲があって、それがすごく好き、なんかラップを作ってる人が書いてる曲で、うん、すげー、言葉遊びがすごい上手い、いいね、そういう、うん、言葉遊び ね、うん、ね、なんか日本語ならではだし、うん、いやでも違うかそれは日本語じゃない日本語じゃない、英語は違う、笑顔笑顔、うん、英語、英語っていうのは英語だけど、うん、笑顔っていうのはあるしね、すごいな、なんかないじゃない、他のさ、うん、まあ英語でもそういう掛け言葉みたいなのあるのかもしれないけど、うん、日本人さ英語も取り入れるしさ、そうですねそう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 、ね、日本語もあるし英語もあるから、なんかそういう表現の幅が結構、ね、J-POP 広くて、うんうんうん、いいよ ね、 ね、なんか面白いなって思うのは、全部日本語の歌詞なのに、あの読んでみると英語の歌詞っぽくなるっていう、あ、まあ、あ多分わかると思うね、マチシブザホルモンだっけっていうところとかがそういう歌詞を書いて歌ってる、なんか日本語か英語か、どちらかというと、まあ英語の方がメインの歌詞みたいな感じで、それに日本語当てはめて遊んでる感じする、ね、とか結構そういう J-POP に英語の歌詞を めちゃくちゃというか混ぜていくのだと、なんか割とサザンオールスターズが最初にやりだしたみたいなことを聞いてて、そうなんだ、確かにサザン聞いてると面白い英語の使い方してるなっていうのはある、パッと出てこないけど今、うん、聞いてみるといいと思います。なんか僕今調べたのが、あのこれもヒップホップ系のラップ系のやつなんだけど、うん、あの一網打尽っていう単語で、うん、ひたすら踏みまくるっていう曲があって、うん、あれ陰を、陰を、なんか俺らがマイクを握れば一網打尽で、子供だましキッズオンマジックとか、どんな相手もイチコロダッシュとか、あ、一網打尽のその音でひたすら踏んでいくみたいな曲が、あ、うん、そういう陰の踏み方もね、誰が聴いてもイチャモンなしとか、あ、すげえなと思って、なんかそういう陰を踏んだり言葉遊びで楽しいのもあるけど、うん、まあ、普通に心に刺さる歌詞もあるよね、うん、今のなんて全然意味が分かんなかったけど、ね、何がどんな相手もイチコロダッシュとか全然意味分かんないんだよ、ね、文明がないよね、そうね、なんかありますか、トンちゃんも結構結末は、まあ、パッと出ないと思うんだけど、加藤さん結構バンドとか聞くイメージがある、そうですね、うん、歌詞か、ひたすら川谷絵音の曲をゲスの、川谷、いやでもなんかゲスゲス言いながら歌詞そんなゲスないですからね、ものによっては、まあ、確かにね、うん、そうね、下水のもありますけどね下水下水なんて考えちゃう、まあ別にこれ基準は何でもいいんでね、ただひたすら好きな、ね、うん、歌詞ですか、なんかこうその川谷でこう週刊文集って言っていいのかな、週刊文集いろいろあったじゃないですかありましたね、まあまあまあ、まあ、でなんかこう配信限定なのでこう、それをちょっと皮肉ったというかネタにしてたのがあって、
へえ。やるなって。自らも突っ込むんだ、その自ら。アーティストって感じ。すげえ。自らそのネタで遊んでしまうっていう。あるよね。いいよね。アーティストのそういうところ。なんか直接言葉にしないけど、こうなんか曲の中でね、こうなんかあこれってこういうことなのかなって思わせる曲とか。すごいよね。ね、ある。すごい。なんかどっかの逸話じゃないけど、映画監督がミュージシャンに対してなんかお前らずるいよなみたいな、俺たちは2時間で物語作ってんのにお前らたった4分でこんな壮大泣かせる物語作るなんてずるいよなっていうなんか話があったらしくて、まあ確かに確かにね、まあちょっと歌詞の話とずれちゃうけど、まあ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 。そんなダンさんどうなんですか。俺今パッと出てこない、出てこない、出てこないけど、さっき、ま、サザンで言うと、言葉遊び的にあの四六時中みたいな、ほう、こと歌詞が出てくる、全然聞いてない、歌詞あのサザンのさ、真夏の果実かだったか忘れたけど、はい、で、四六時中も好きと言ってっていう、ありますね、歌詞が出てくるんだけど、ありますね、その四六時中っていうのがなんていうの、歌詞です語呂がよくすっきり収まるけど、四六二十四で24時間好きっていう、四六時中も好きと言ってんところ、ところを24時間って言うとさ、ほらなんかそうですね、全然雰囲気変わって、ぶち壊しちゃうけど、四六時中って言うと、はい、雰囲気よく、そうそうそう、雰囲気よく曲のあれにもあってみたいな、うん、歌詞はちょっと気に入ってはいます。なるほど、感じかな、まあ探せばあるのかもしれないけど、はいはいはい、というわけで、まあまあまあ、あのいろんな好きがあると思うので、さっき言ったノックのインフムだけで単純に楽しいでもいいですし、広島ちゃんが言ったね、実際にもう歌詞の内容が刺さるでもいいし、単純に言葉遊びが面白い好きみたいなのでもいいので、ぜひあれば、はい、お気に入りがあればお願いします。はい、はい、というわけで、皆さんつぶやいてみてください。はい、というわけで明日も頑張っていきましょう。はい、はい、早起き、皆さん来てください。はい、ここまでの相手は THK3 年の吉川と、あ、THK3 年の黒沢と、 THK3 年の広島と、 THK3 年総と、3年生に囲まれてました THK2 年の加藤でした。それでは皆さんさようなら。